皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。栄養士ダイエットコーチの吉田理恵です。今日も私の YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。今日のテーマはじゃじゃん、太りにくいおやつの食べ方5つご紹介いたします。まあ、おやつは心の栄養にもなりますので、ぜひポジティブな気持ちで食べていただきたいなと思います。はい、では早速1つ目ですね、ご紹介します。1つ目はじゃじゃじゃん、太りにくい時間帯に食べるということです。やはりね、こう太りやすい時間帯と太りにくい時間帯っていうのがあります。で、生体リズムを調整するタンパク質の一種で、脂肪合成をね促進させる働きがあるB01っていうのがあります。で、この B01 なんですけど、午後2時から、ね、午後3時の間が一番少ないと言われています。なので、この少ない時間帯に食べると脂肪になりにくいので太りにくいと言われています。なんですけども、ちょっと注意点がありましてこのね、夜10時から午前2時の間はね、B01 が最も多いと言われています。なので、この夜中に食べるっていうのはちょっと控えていただけると太りにくいかなと思います。ね、時間帯に気をつけてみてくださいね。では2つ目です。2つ目はじゃ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 ん、お皿に持って食べるっていうことなんですね。こう、まあ、例えばポテトチップスとか、こうそのままこう、なんでしょう、袋に手を入れてこうってね、ガツガツって食べてしまうと、何をどれだけ食べたかっていうのはちょっとわからなかったりするじゃないですか。まあ、この食べきりサイズでね、ちっちゃいのとかだったらいいと思うんですけど、結構こう大きい袋のものを食べるときは、まあ、お皿に盛ると食べ過ぎ防止になるかなと思います。まあ、またね、このお皿に盛ることでこう目が満足するので、ああ食べたっていう気になったりもするんですよね。なので、ぜひ明日からお皿に盛って食べていただけると食べ過ぎ防止になるかなと思います。はい、では3つ目です。本当に食べたいものを食べてくださいってことなんです。うん、例えばもうどうしてももうケーキが食べたいって、もう頭の中がケーキでいっぱいいっぱいだったら、潔くそれを食べてほしいんです。ジェって何、間違っちゃった、ごめんなさい。どういうことかっていうと、まあ本当はケーキが食べたい、だけど太りそうだからヨーグルトでとかナッツでとかっていうふうに思って食べてしまうと、いや、あ、なんだろうね、心が満足しないんですよ。なので、その時満足できても、後からこうなんかこう食欲が爆発して食べちゃったりとか、例えばケーキは太りそうだからヨーグルトにしようと思って、まあ、ヨーグルト食べたとするじゃないですか。でもやっぱり物足んなくてナッツでもなんか物足んない、ちょっとチョコ一かけ二かけみたいな感じで、こういろいろ食べ過ぎてしまうってことがあります。まあ、過去の私もね、これ結構やってるんですけど。なので、本当に食べたいものがあったら潔く本当に食べたいものを食べてみてくださいねってことです。はい、じゃあ次は4つ目です。4つ目はじゃ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 ん、はい、炭水化物を抜かない、おやつを食べても夕ご飯は抜かないです。へっと思ったらね、おやつを食べたら炭水化物抜かなきゃと思っている方は結構多いなって感じているんですけど、もう答えはノーですよね。例えばおやつを食べたら炭水化物を抜くみたいなことをずっとやっていると、ちょっとね、甘いもの依存症になりやすかったりもしますし、やはりこの甘いものの糖質と炭水化物、ね、糖質種類が違いますので栄養不足にもなりやすくなっていきます。なので絶対に抜かない、これ本当にやっていただきたい。まあ、ただね、こう胸焼けがするとか気持ち悪いみたいな時は無理して食べる必要はないですけども、普通に食べれそうだったら夜ご飯もいつも通りに食べていただく方が、長い目で見てダイエット人生がから卒業できるっていうか、まあ、ダイエットが成功するかなとは思います。っていうか、私はそう思っています。はい、ではラスト5つ目です。これが最も重要になっていきます。普段から3食バランスの良い食生活を送る、まあ、3食バランスよく食べるってことが最も重要になっていきます。ね、朝パンとコーヒーだけとかみたいになってしまうと、まあ、やっぱね、タンパク質と野菜とかね、足らないですよね。まあ、ちなみに野菜に含まれるのはビタミン、ミネラル、ね、食物繊維などになりますけれども、これらがやっぱ足らないとうまく体も機能しないんですよね。なので、ぜひね、3食バランスよくこうしっかり食べていきますと、ね、おやつとか食べても太りにくい体になっていきますので、まずは本当にね、超大事、3食バランスよく食べるってことを意識してみてください、ね、皆さんのダイエットが成功することを祈っています。ぜひチャンネル登録してくださいね。あとグッドボタン、いいねボタン待ってます